世界幸福度ランキングというのがね、発表されてますけど、今年も日本は順位を下げて、世界58位界。社会保障が不十分なのと、他人への寛容さが足りないことで、毎年順位を落としています。まあこれどちらも結局ね、えー、所得が低くなり続けているというのが原因です。平均的な日本人が幸福を感じることは、今後ますます難しくなっていきます。 そしてね、世界のランキング。なんと。日本は実質1位というランキングがあります。もう一つ悲しいランキングもあるんですけど、まあそちらは置いといて。これは何のランキングか。重税国家ランキング。日本は世界一税率が高いと、税金が重いという国です。これ1位じゃないじゃん、2位じゃんと思いますけどね。このアルバという国聞いたことあるでしょうか 人口10万人のちっちゃな国です。人口10万人ってね、日本のちょっと大きな学校だったら私立学校ね、だったら10万人超えてますからね、学校行くぐらいの規模しかない。まあ一応そこが世界一税金が高いんですけど、まあでもね、普通に国という認識されてる中では日本はもう実質世界一と。貧乏人からも消費税を必需品からも取ると。これね。 世界の他の国は、ヨーロッパなんか税率高く見えますけど、あるいはアメリカも十何パーセントとかいうね、あの州がありますけど、必需品からはね、えー、税金を取らない、あるいは税金を安くするというのが、まあ普通の消費税の流れです。ところが、日本は税金がまんべんなく高い。まんべんなく高い税金を払ってますから、低所得者は税金払うと何も残らない。必需品すら満足に買えない。 そして日本は年収200枚か300枚かの低所得者が、えー、一番人口比率の中で多い。そうするとね、日本で商売するっていうのは必需品を売って儲けることができる大企業以外は儲からないという形になります。まあ、実質、えー、多くの中小企業、あるいは副業で取り組んだけど、えー、物販稼げないといった人が苦戦しているのは、もうこういうね、えー、日本で商売しても 稼げるわけがない。だって客が金持ってないですからね。客がいないというのか、金持ってないというか、えー、稼げるわけがないです。まあ、幸福度は低いけど、税率が高い。まあ、日本人が幸せになるために必要なのは、革命か。革命を起こして、社会を変える。まあ、漫画の世界ならあり得るかもしれないですけど、現実的じゃないでしょうね。あるいは哲学か。 どんな中でも幸せはあるという哲学か、あるいは宗教にすがるか。まあ、どれもこれもね、そりゃいいねというようなね、このものじゃないですけど、ただ、もっと簡単で現実的で、ね、自分一人でこっそりと幸せになれる方法があります。日本人が今のうちに身につけるべきは輸出ビジネスで稼ぐスキル。 この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並びに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。アマゾンを使った輸出ビジネスは結果が出るのが早い。アマゾン輸出は儲かる商品を見つけるだけというシンプルさなので、結果が出るのが早いです。これはアメリカアマゾンの売上報告ですけど、 30日間でいくら売れてるか。34,454ドルと。これ日本円にして約380万円かける12をしたらね、4,600万ぐらいです。これだけの売り上げが、まあ、上がると。これ一人でやってる方の数字です。あるいは22,157ドル。14,167ドル。15,39ドル。6,828ドルと。 アマゾン室というのは一人であってもこれだけの売り上げが上げられます。そしてこれから一番稼ぎやすくなるオーストラ、アマゾン市場はオーストラリア。何しろ27年間後継期続きのオーストラリア。そしてオーストラリアの人口は先進国中で最も増加しています。そんなわけで世界一金持ちが多い国になりました。オーストラリア人はスイス人を抜いて世界一の金持ちになりました。 オーストラリアアマゾンは3年後に売上げ7兆8000億円を達成すると予想されています。日本アマゾンが1兆,1兆円を超えたぐらいなので、日本アマゾンの約7倍の売上げになります。これはオーストラリアの経済研究所の予測です。こ,この文面抜粋して翻訳しますと、オーストラリアアマゾンは3年後の2022年にはオーストラリア第6位の小売業者になるだろうと。 これから稼ぎやすかった頃のアメリカ・アマゾン以上に稼ぎやすい状況になります。日本に生まれたのにアマゾン輸出をしないのは損です。日本製品はオーストラリアで高く売れます。世界最高の仕入れ場所、それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。私の世界旅行も 最初は良い商品の仕入れ先を探す旅でした。しかし、今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上を回って強く実感しています。物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもある。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。これらの商品は実際に売れている商品です。 アマゾンでは売れるとランキングがつくので、簡単に売れてる商品と売れてない商品が区別がつきます。くっきり二重まぶたにするアイテープが13倍、約1300円で売れてます。あるいは、クレイ、ソフトクレイ、これが1025円とか、989円とか、1980円、ね、これそれぞれ6個とかね、1個とか2個で売ってますから、まあ倍率はバラバラですけど、 え、3倍から10倍で売れてる。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。それから、例えばベイブレード。日本はおもちゃも、えー、いっぱいあります。こちらは1328円で仕入れて、3倍の3776円で売れてると。また、オーストラリアアマゾンというのは、まだ始まったばかりなので、どんな商品がオーストラリアで高く売れるか。まあ、これはね、 eBay のオーストラリアの制約状況をチェックすると予想がつきます。例えば、炊飯ジャー。こちらは、31,689円で仕入れて59、59,507円で売れてる。あるいは、さっきのは、象印,印の炊飯ジャーですけど。こちら,あこちらも象印か。15,230円で仕入れて、32,014円。あるいは、タイガーの、 大きめの業務用の炊飯器。こちらは2 5百9 0円で仕入れて51,986円。またヘアアイロン。2,469円で仕入れて6,867円。ソニーのワイヤレスコントローラー。8,500円で仕入れて、15,122円。コピック。8,849円で仕入れて、14,817円。プラモデル。ミカサ。 7 7 0八円で仕入れて14,786円。プラモデルのパーツ1600円で仕入れて9,069円。家庭用プラネタリウム8335円で仕入れて14,181円。あるいはお菓子。ジャガポックル5990円で仕入れて11,789円。ウイスキー 4,320円で仕入れて12,359円。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。実はオーストラリアのアマゾンはまだテスト運営期間中といったところ。2018年6月19日、プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だとアマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。 そのプライムサービスも提供されたばかりです。2018年9月にシドニー物流センターがオープンしました。これで最大消費地のシドニーの住民が Amazon の利用を開始します。2018年10月に食品の扱いを開始しました。日用品である食品を扱うことで Amazon に訪れる頻度が上がります。これからどんどん販売力がアップします。 今から売れる商品を見つけて備えましょう。日本には高く売れる商品がいくらでもありますが、初心者は高く売れる商品を見つけるのが大変。また、高く売れるけど、扱わない方が良い商品。一見儲からないように見えるけど、実は安く仕入れられて稼げる商品もあります。それら、高く売れて儲かる Amazon 室で扱うべき商品の探し方のサポートを提供しています。わからないことは、 気楽に聞けば解決するサポートがついています。そして私のサポートは、儲かる商品を見つける方法を手取り足取り、今節丁寧に教えるのが最大のメリットです。